かわかんないこれ鶏肉のなんだろう何かとなんかなんか唐揚げに甘酢みたいなのかかったやつとこれあとのなんかキノコのなんか何かわかんないこれ初めて食べるわここの弁当ホットモットじゃないよご飯食べよう白米おいしいこれなんだピーマンかないただきますいただきますいただきますなんだろうピーマンのツナみたいななんかわかんない料理のなんていうやつかわかんないけど美味しいちょっと見せづらい音が こんな感じさてティッシュ持ってこいあと水汁物基本お弁当ないよ基本ないお弁当もついてなくない汁物蓋が邪魔だなこれさおこんよしきのっこレンチンした温めたもちろんあ、キーボード奥にしまってあるから大丈夫だよ。でも漬物抜けてたんだ。よし。レンコンタンメン。
きそばじゃないよ。なんかいろんなの入ってる。見えないか。なんかいろんなの入ってる。焼きそばは入ってない。これ今日出たお弁当、今日のお弁当、これ何か、もろみかのってるの。のってるやつ、豚しゃぶじゃないよこれ、鶏肉。うん、この弁当一種類。肉じゃんの時はね、基本一種類だね。少ないからね、人数。なんか多い時とかは何種類かあったりするけど、イベントとかね。イベント、うん、多い人数の時とかコンサートとか、うん。行きたい。よいしょ。行く場所がないや。公園前はね、私ね、違うの食べたんだよね。サンドイッチ、サンドイッチなんか食べてないよ今日。あの後、なんて言ったかな、あの後、公演行く前、公演に行く前に劇場行く前にマック、マック、お昼マック、それ食べたから、お昼ご飯、お弁当も食べてない。どっちにした？うん、それはもうメールに書いたから。大丈夫。
噌汁ない。お味噌汁とか飲まないのない。そもそも。弁当あんまついてない。汁物系？なんかスープとか。ついてないの多くない？お弁当。なんか時々ついてるのもあるけど。なんかこの間見たっけな。いつかの劇場的な弁当は味噌汁ついてたけど、インスタントのお湯入れて作るやつ。でも本当にたまにだね。久しぶりに見た。それ。じゃあ、水も飲んでるよ飲んでるけど、まだ喉乾いてないから。汁はね、なめこが好きでもナスも好きだよ。なめことおふが好き。何だろう入ってんの。え、これ一緒のやつ。これ何これ。なんかこんな、うん、ポテトだ。ポテト珍しくない？こういうのに入ってんの。ポテトだ。普通のじゃがいもっている。ポテトじゃがいもだけどさ、ポテト珍しいニューカイでも何も分かんなかった。甘酢の匂いしかしてない大学芋じゃないこれ大学芋確かに甘酸っかかってるからでも大学芋よりも全然なんか普通におかず、ご飯のおかずって感じ。しょっぱいあんななんかデザートみたいな感じで食べれないこれ。ラミが食べてたら落ちちゃう。ラミが。私もラミ好きなんだよね。中野さん直売所みたいなとこに売ってるさ、もろみがあって、美味しいもろみがあって、そ
こ行った時にいつも買うんだけど、おばあちゃんが好きだよね。うん、おばあちゃんがなんかおばあちゃん家に行った時にいつも食べる。なんか丸め普通にご飯にのせて食べる。きゅうりとかじゃない、きゅうりにつけたことないよ。モロキューってない、あれ食べたことない。いや無人販売所じゃない、普通に人いる。いやそのもろみが美味しくって、普通にご飯の上にかけてそのまま食べるか、そっからあの冷たいお茶かけてさ、お茶漬けにするか。あったかいうちより冷たいお茶の方が美味しいんだよね。さっき入ってないよこれ。久しぶりにもろみが食べたくなった。最近食べてない、行ってないんだよね、その直売所にも。ほんとなんかこのもろみみたいな、わかる、なんかこういうのがいっぱい入ってるやつ。でもっと色が黒くってみたいな、こんな明るい茶色じゃない、薄い、なんていうの、薄い目の、もっと黒に近い感じ。もろみってさ、あれじゃなかったの、醤油作るときに余ったやつじゃないっけ。違ったっけ。もう忘れた。そうそう、田舎に売ってる、田舎の直売所にある、直売所なのかわかんないけど、直売所みたいなところにあるあのもろみがすごい美味しくって、そこのもろみが好き。あ、旬になる前段階か。逆だ。そう、おばあちゃん家行ったらね、大体あるんだよね。でも最近あのスズムあんま行ってないから、おばあちゃんもそこ。最近に売ってるんだよね、大分の最近にあるしょっぱいじゃん。そこのもろみが好きだな。美味しい、この甘酢みたいな。これなんて言うんだっけ、これなんか酢豚みたいなやつ、酢豚じゃないけど。のもろみ食べたことない。普通にスーパーで売ってるじゃん、売ってたりするじゃん、買ったことない。だからさ、このもろみ確かに味近いけど、これでもなんかご飯の上に乗っけて食べるとかそういう感じだったら、最近のもろみの方が好き。
なんて名前のやつか忘れちゃった。でもそこのはねすごい美味しいんだよね。似てるは似てるけどね、なんか違うんだよね。美味しい。でもこれもなんかさ、これ乗ってるのさ、なんか一種類のこれなんかよくわかんない、これ なんて言うんだろう、これこれなんか一種類のやつだけだけどさ、入ってるのこの最近のやつね、なんか何種類か入ってるんだよね。なんかめっちゃちっちゃいやつみたいなやつかな、ちょっと大きめのやつみたいなのも入ってて、いろいろ入ってて、それが好きなのかね。そこのなんて名前だったかな、忘れた。写真あるかな、ちょっと後で見てみよう、食べたらこれ今置く場所がないお弁当食べたらしよう場所こう、うん、まずはどこの弁当かわかんない、初めて見た多分。やっぱ夜になるとちょっと寒いね。この部屋もねちょっとだけ温度下がった寒いとまだいかないけど、全然まだ長袖のパーカー着れるぐらいにはなった今23度、ちょっと下がった、2度下がった。それでも23度で終わるんだけど、いやでもまだ長袖着れる。なんかこの部屋めっちゃあったかいんだよね、なぜか分かんないけど、私半ズボンで暖房つけてる次長袖長ズボン着た方がいいよ矛盾のろみ美味しい。いや本当食べたくなっちゃった、最近ののろみが言えなかった。のろみ久しぶりに食べてる。のろみちゃん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 、ここじゃ、そう、その子ここちゃん、ん、好きなふりかけおかかとゆかりエリちゃんとのツーショットはないんだよね。エリコちゃん着替えちゃってた着替え始めちゃってたからちょっと申し訳なくて声かけなかった。
つもさ、その17期のこと前座があった時はさ撮ろうと思うんだけどさ、いつもこの公演終わった後みんな着替えててさ、いつも今日はねなんかそのお見送りの時に一緒に出てたからさ着替えてなかったんだけど、着替えてていつも撮るタイミング逃してるんだよね。公演前はなんかいつもバタバタしてるから写真撮んなくてみたいな撮る時間なくてみたいなそれでねいつも撮れなかった。でも今日はそう来てたからさ、まだ一緒終わった後撮れた。17日の子たちはねチラシこうやってた。そう、口の色がない水飲みたいのにさ、お弁当置く場所がないんだよ。うん、置けた厳しいありますよ。でもどけてるキーボードとか。うん、ここにはマウスとかあるもん。じゃあどけてるけどさ。配信するときは。あ、ペットボトル山田って書いてある。みんな同じやつだから分かるよね。分かんなくなっちゃうじゃん。だからスタッフさんが山田って書いてくれてる。重みが落ちちゃう。そう、山田それもまあ山田私一人だけだから、魚じゃないよ、肉鶏肉。やばい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 、マウスパッド、マウスパッド、え、使って、え、ベッドの底についた、え、最悪、待って
ジポジポ。ウェットティッシュ。あ、オッケー、落ちちゃった。やばーい。まあ、今日は大丈夫だよね。今日は大丈夫だ。ちょ、これどかそう。なんて食べよう、これは。ウェットティッシュで拭けば大丈夫。もう黒いからどこ汚れたか分かんない。分かんない。もうどこについたか分かんない。分かんないよ。取れたかなってことは。ティッシュで普通。そう、アマゾンで買った。分かんない。もうどこについてるか。どこについてるか分かんないんだけど一切。ってことは取れたってこと？埋めておこうとしたら、埋めておこうとしたらここ置いてた。なんかその温めるときにさ、避けといた食べ物がさ、ここそこの、それで中に入ってたの置いちゃった。あ、マスパッタ洗えるの？普通に手洗いだよね。うん、もありだけど。え、洗濯機に入れちゃやばい。洗濯機に入れちゃやばいから。え、確かにさ、マスパッド洗っちゃうとあれだな。でも洗った方がいいかな。どう思う？そしたらゲームできなくなる。ゲームが。え、でも普通に取れたよ多分。待って、どこに落ちたか分かんないもん。あ、でも大丈夫そう。拭いたし、ウェットティッシュで大丈夫。いいや、洗わなくて大丈夫。取れた、これ。ウェット持ってこよう。オッケー。ちょっともう汚れどこか分かんない。普通に拭いて取れた。まあ、ですけど安いし、安いの買っちゃったからさ。なんかもしなんかやっぱ汚れついてて落ちないとかなっちゃったら買い替えればいいか。この間買ったばっかですけど。ほんとつい最近買ったばっかなんですけど、そうすればいいか。もっとする。何百円とかじゃないこれ。まあでも安いやつだけど。長いやつ買ったかな。短い、なんかちっちゃいのはそんぐらいだったかな。覚えてないよ。コントローラーはね、ちょっと超えてる。うん、今夜ご飯、今日は公園だったからね。夜ご飯食べるってなったらこの時間になっちゃう。
とどめとけこれは全部食べちゃおう。もういいもん、全部食べちゃう全部食べちゃおう。してください。わかんないんだよね。いつあるか。わかんない。二十歳のセダサイでしょ。わかんない。でもできるだけ早くしたいけど、いつできるかわかんない。授業の生誕させたよ、この間、先月先月先月分かんなくなった一瞬、えいつだっけ、今月ではないよなと思って先月だわ、先月しました。これもろみ乗せても落ちるんだけど、どうやって止めたらいいんだ、むずいよ。なきモンブラン食べたかな。記憶がない記憶がないよ。モンブラン食べたい。どこだっけ、菊屋、菊屋のモンブラン食べたい。置いたのケーキ屋さん今日ね、より白すぎて目立ってる。マジで？え、そんなに白い？私わかんないんだけど、あんま変わんなくない？他のメンバーと白い白さ。え、私だけ白いんだけどえ、そんな白い？私確かにあんま出ないけど外。起動音？あ、なんか多分、なんか多分違う、これね、テレビの音ドビュー気になるんだよね。パソコンつけてない。皆さんもご一緒のあれはね、いつあれたかな、日曜とか？あんま覚えてない、そんぐらい。
初めてだったからさ、やばいと思って普通で思った。始めた頃なんかそのさ、こう言うさ一言一言覚えれるんだけどさ、もう順番がごっちゃごちゃになってたやっとまともに順番通りに言えるようになった昨日ぐらいに。ギリギリなんか言ってるの聞いたりはしてたからさ、なんかその言葉を覚えれるんだけど順番がなんだっけってテンパったらもう終わりだからな、あれずっと喋ってるじゃん、あの言ってるセリフ、もう一回テンパったらもう終わりもう子が出てこなかったりしたらもうだよな。ゆっくぞのイントネーション、あれね、ゆっくぞって言ってるんだよね、ゆっくぞって言うの、そういうセリフ。キノコ食べてなかった、焦ってた。しめじ、かぼちゃ、これなんだろう、なんか一個だけ入ってちゃった、ピーマンが混ぜた、これかぼちゃなんだろう、わかんない普通に焼いたやつ、今食べ終わるよ、卵焼きとご飯がこのちょこっとって感じ、パモンちゃんがさ、ヘアバンドじゃなくてカチューシャなの、あ、そう、あれカチューシャ、ヘアバンドに見えてた、カチューシャですよ、そう、あれがあるからあの羊ヘアとかできないんだよ、ここにあるとさカチューシャつけれないじゃん、はまらないじゃん、そうだから、それで諦めた。カチューシャがはまらないってなっちゃう。
もうこの卵焼きなんか甘い。なんか食感がそういうデザートみたいな、なんていうの、お菓子系の、初めて食べるこの卵、こういう感じの卵焼き。めっちゃ柔らかい。一瞬卵焼き、本当に卵焼きかなって思っちゃった。これ卵焼きだった。あ、確かに伊達巻きっぽい。うん、確かに。それの伊達巻きのふわふわって感じじゃん。なんか伊達巻きより卵焼きみたいな、あんな感じでさ巻いてあるけど、めっちゃ柔らかいみたいな。食べた。この部屋残っちゃった。ごちそうさまでした。置いてくるね。ここ置くと怖いわ。またやりとうで。よいしょ。おいしいのこれも。リップ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 美味しかった。今日のお弁当なんか量多かった。まあ全部食べちゃったけど普通に食べちゃったけどさ、水に手張ってる山田、誰のか分かるように確かに。お風呂入ってるわけないじゃん。さっきまで公園出てたんだよ。こんな髪型とめっちゃメイクしてる。入ってないよ。まだこんな後入る。めちゃめちゃ時はね、水に名前書かれてなかった気がする。8人公演になってからね、書かれてるの。いろいろコロナとかそういうのの問題でね。どう刺さってない。山田明日は何時に起きるでしょうね。私は何時に起きるでしょう。わかんない。意外とさ早起きするかもしれないじゃん。わかんないよ。わかんない。さあ明日は何時に起きるでしょう。私もわからない。チェック入れたっけ。
記憶がないな。シェイクが入ってた。わかんない、意外とめっちゃ朝早く6時とかに起きてるかもしれない。6時とかに起きてるかもしれない。わかんないじゃん。朝早く起きてるかもしれないじゃん。わかんないよ。だってまだ何時に起きるか決めてないから、下は何時に起きなきゃいけないかもわかんない。わかんないじゃん。これからゲーム、ゲームちょっとしようかなと思ってる。ちょっとエフェを、エフェのランクを、次のシーズンかな、あの新しいマップ出るんでしょ、楽しみ。新しいキャラも、あのキャラどういうキャラなんだろうね、あんま分かんない。スマホでなんて、スマホそんないろんなゲームやってない。あ、私なんかさっきさ、なんか調べるって言ってさ、あー、もろみだもろみ、忘れてた。あ、もう時間がない。ちょっともろみ、え、絶対ね、写真がある気がする。なんていう名前のもろみだったか分かんないけど、美味しいんだよね。このここの最近のなんか直売所みたいなところで売ってるもろみが好きで。え、どこだっけあれ、なんかここら辺にありそうっていうのが多すぎてわかんない。私いつ行ったっけな、もうなっちゃう55分。写真が多すぎてわかんないわ。前に行ったの、前に行って55分になった。ランキングもなきゃだ。もろみだね、好きなところのやつがあったんだけど、ちょっとわかんないわ。なんか分かったら明日ぐらいに。でも探しとく、写真ちょっと。もろみの、ちょっと待って、変なとこ行っちゃった。もろみの写真。13位からランキング見ます。13位、たくやさんありがとうございます。12位、うどさんありがとうございます。11位、香港のはるまさんありがとうございます。10位、ショートさんありがとうございます。9位、まるさんありがとうございます。8位、カエルさんありがとうございます。次、7位、トアさんありがとうございます。ありがとう。で、次、今7位なんだよね。6位が、6位、ユーマ過去熊本さんありがとうございます。5位、にゃーこさんありがとうございます。4位、筋肉愛好家さんありがとうございます。3位、フロマンさんありがとうございます。2位、山田さんありがとうございます。そして1位がラボーナさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。ありがとうございました。明日の配信、明日夕方と夜にできれば2回、無理そうだったら長めに1回で。無理そうだったら長めに1回する。できそうだったら2回に分けてしたい。夕方と夜ぐらいでみたいな感じかな。もろみの写真探してんだけどさ、いつ行ったか分かんないんだよな、最後に。写真が見当たらない。あ、ここら辺じゃない？いや、ないわ。え、でもそこら辺行ってる写真があるのにな。なんかまさかなんか花だけ撮ってる。なんか道端に咲いてる花だけ。え？私そんな
花なんていつも取らないのに全然。どうしたん？いつ行ったかわかんない。もう記憶がない。でもね、美味しいんだよね、そこのもろみが。でも名前が一個もわかんない。いつも名前な見ないから。なんていう名前のもろみかわかんないんだけど、それがすっごい好きなんだよね。さあ、あとちょっとで時間になるけど、それまでに見つけ出せるかな。ちょっと明日とかだと忘れそうだわ、私すぐ忘れちゃう。なんで二回配信、なんとなく。なんとなくです。もう時間になる？そうでしょ。こんなタイミングで充電がなくなったんだけど。もういいや、見つけれない。明日覚えてたら見せるわ。見つけれなかった写真。こっちの携帯にあるはずなんだけど。ねえ、このタイミングで。ちょっと後で充電しとく携帯。じゃあ明日は夕方、できれば夕方と夜の2回、無理そうだったら夕方じゃない、夜長めに配信するね。じゃあそろそろ時間なので、ありがとうございました。おやすみなさい。また明日。バイバーイ。おやすみ。また明日。おやすみなさい。